茨城県道301号大津港停車場線、北茨城市大津町北町2丁目北茨城市、大津町北町茨城県道301号大津港停車場線は、茨城県北茨城市内を通る県道で、JR 常磐線大津港駅と接続するための道路である。北茨城市内の JR 大津港駅から国道6号交点まで、東西に結ぶ一般県道である。 旧道は、大富士神社のある丘を避ける、要住宅沿線の狭い道路であったが、本県道の指定を受けた北茨城都市計画道路3.43号平方公線の整備により、この丘を改作した霧通しの振動が開通し、大津港駅前から国道6号まで一直線の道路となった。1959年10月14日、新たな県道として、 北茨城市大津町大津湖停車場を起点とし、一級国道6号線交点を終点とする区間を本路線とする県道大津湖停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1995年、整理番号301となる。かつて、原道路の北側に並行した旧道があったが、狭愛な道路であったため、平成12年度より、 街路整備事業により現在の道路が都市計画道路平方公線として整備が進められ2013年に開通した福井曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間市街地を形成している区域内の道路で道路管理者が自動車の交通量が 極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の複印のものにあっては、当該道路の路面の複印から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。AB、道路の区域の変更、茨城県法、第2567号。 p10ab 道路の共用の開始茨城県法第2523号 p13ab 道路の区域決定茨城県法号外10月14日より道路の区域の決定茨城県法第1365号 ピアニッシモ、2から3、ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、茨城県法、第779号対象9年4月1日、茨城県国時第147号より、茨城県法号外省は3年3月1日、茨城県国時第104号より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より、 路線の指定。茨城県法第5170号、ピアニッシモ23、道路区域の変更。茨城県法第6271号、P5、道路の区域変更。共用開始。茨城県法号外、ピアニッシモ12、県道の路線名及び、整理番号の変更。茨城県法第637号、ピアニッシモ82、 道路の共用の開始、茨城県法、第1690号、PQ、都市計画道路平方公線の一部共用開始について、過去の開通情報、茨城県土木部都市局公園街路か、2014年9月4日閲覧、都市計画道路平方公線共用開始、茨城県土木部高萩工事事務所ホームページより、ありがとうございます。